祖先形質及び派生形質の様々なパターンを記述する用語と分岐図形等学において固有派生形質とはある分類群に固有の派生的な形質状態である。単一の分類群にのみ見られ焦点を当てる分類群に近縁な他のいかなる分類群や外群にも見られない。故に固有派生形質は一つの分類群に関する派生形質である。 固有派生形質という語は1950年に、ドイツ人昆虫学者、ビリー・ヘニッヒによって作られた語であり、ギリシャ語のアルファータウ、アウトイコール地震パイ、アポイコール分けるアンドミューローファイ、毛布イコール型から来ている。固有派生形質は単一の分類群にのみに存在するため、系統関係の情報を持たない。故に、固有派生形質は、系統関係の推定には役立たない。 しかし、固有派生形質は共有派生形質や共有祖先形質のように対象とする分類群に関する概念である。あるレベルにおいて、固有派生形質であるものは、系統樹のよりかいの段階では共有派生形質となる。例えば、蛇の固有派生形質は、獅子動物を特徴付ける二体の死を消失したことである。よって、EN、 オフィディアという分類群において2体の死の消失という固有派生形質が存在する。しかし昔ヘビ浄化と波ヘビ浄化という分類群にとっては2体の死死の消失は共有派生形質である。ありがとうございます。